愚痴をつぶやけばいろいろね答えてくれるってそういう感じね。すごい説明するよ。それがよくて助かりますけど。情報説明助かります。なんか今日なんか主張があるんですか、アクアちゃんも。いやちょっと私もあるんですよ。いいですかちょっと。あそうなの。はい。どうぞどうぞ。いいよいいよ。ね。じゃちょっと叫ばせていただきますよ。どうぞ。もうあと2年前私を産んでくれたガオーパパー、いつも可愛く描いてくれてありがとう。イエーイ、本当に素敵なイラストすぎて本当に大切な宝物です。いいなそれな。今までずっとどうしても言えなかったけど、なんだなんだ、あのえおおおお何おなんだなんだ、おっぱいの主張が激しすぎた。やめろ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 。確かになんかボインボインだったような気がする。描かれたたびにどんどん胸が大きくなっている気がしなくもないけど、うん、確かにね。でもおっぱいがない人もいるんですよ。ない人もいるんですよ。確かに。いやでもちょっとですね、ちょっとよく 3D 配信とかね、まあ、2D の配信もちょっとさせていただくんですけれども、はいはい、ちょっとギャップの差がですね、初期当時とのギャップの差がですね、すごくて、誰みたいな、もう誰だって、こんなの胸でかかったっけあれみたいな感じになってて、みたいな。パッパの関わりはね。いいんですけどね、めっちゃ可愛くてね。うん。女の子ほら、胸が大きくなる生き物なんでしょ。そうだよ。多分ね、コロネタを何人かこの配信見て血まみれ流してると思うよ。止まってる人がね、成長がね。そうそう。あれよ、ちょっと恵まれすぎているちょっと悩みだったと。代わりにアクタン、ほら、身長低いからさ。え代わりにどういうこと？身長の分の栄養が胸に吸い取られていったのかもしれないね。そういうパターンがあるかもしれない、ほら。え身長伸ばしてください。お願いします。それが一番の主張じゃねえか、お前。困ってんだよ。あとは最後にさ、そのさ、ガオーパパにさ、胸より身長はって言っといた方がいいんじゃない最後に。うん。わかった。ちょっと、言っとく。胸より身長ください。アクア、伝わったよ、その気持ち。ガオーパパに届いてるといいね。うん、まあでも、そこはされないだろうね。やめろよ、やめろよ。まあ、やばいは大事だから。大事だからね。まあ、そうだね。泣きながら帰っていったぞ、あいつ。バインバインしながらね。ね、バインバイン。まあでもね、胸が大きいことはいいことだと思いますけどね、妖精的にも。まあ、そうですね。いいことではありますけど。夜道には気をつけてほしいですよ。